タンカーメン、古代エジプトの謎を解き明かす。古代エジプト、その未解明の歴史の中で最も神秘的なファラオ、ツタンカーメン。今回は彼の短い生涯、隠された墓の発見、そして伝説のファラオの呪いに迫ります。1、ツタンカーメンの生涯。若きファラオの即位、ツタンカーメンがエジプトのファラオに即位したのは彼がわずか9歳の時でした。紀元前1341年頃に生まれた彼は、古代エジプトのアマルナ時代、つまり宗教改革が強く推し進められていた時期の末期にこの世に誕生しました。若干9歳でエジプトの玉座に就いたツタンカーメンは、その若さに反して国を治めるという重大な責任を背負うことになりました。彼の治世は紀元前1332年から紀元前1323年までとされ、この約10年間はエジプト史上でも特に動乱の多い時期でした。ツタンカーメンが即位した時、エジプトは宗教的、政治的にも不安定な状態にありました。アクエンアテンの宗教改革により、従来の多神教からアテン唯一神の崇拝へと大きく舵を切ったことは、社会に大きな混乱をもたらしていました。ツタンカーメンの治世はエジプト史上の一時期に過ぎないものの、彼が若くして負った重大な責任、そしてその時代の社会的、宗教的な動乱は、古代エジプトの歴史を理解する上で重要な要素となっています。宗教改革とその逆行、ツタンカーメンの前任者アクエンアテンは古代エジプトの宗教史において革命的な変化をもたらしました。彼はエジプトの多神教的信仰体系を一新し、唯一の神として太陽神アテンの崇拝を推し進め、一神教体制を確立しました。この宗教改革はエジプト社会に深刻な分裂を引き起こし、特に多くの伝統的な神々を崇拝する神官階級との間に緊張を生じさせました。しかしアクエンアテンの死後、若きツタンカーメンがファラオとして即位すると、エジプト宗教の舵取りは再び大きく変わります。ツタンカーメンの治世の初期に、彼と彼の顧問たちはアクエンアテンによる一神教の実践から離れ、伝統的な多神教への回帰を図りました。この宗教的な逆行は特にアメン神の崇拝を中心とする形で行われ、アマルナ時代の宗教改革を事実上撤回しました。この宗教的な回帰はエジプト社会における安定の再確立に寄与しました。アメン神の崇拝の復活は特にテーベのアメン神官階級の支持を取り戻すことに成功し、彼らの政治的、社会的影響力を再び確立することにつながりました。ツタンカーメンとその顧問たちの決断は宗教的な和解をもたらし、分裂していたエジプト社会の統一に大きく貢献したのです。短い生涯とその影響、ツタンカーメンの治世は古代エジプトの歴史において短いながらも重要な影響を残しました。彼がファラオとして即位した時、エジプトは宗教的な混乱と政治的な不安定さを経験していました。しかしツタンカーメンの治世下で、エジプトは外交政策の強化、経済の安定、そして芸術と文化の顕著な発展を遂げました。これらの成果は彼の短い治世がエジプトに与えた肯定的な影響を示しています。特にツタンカーメンは周辺国との関係を改善し、エジプトの国際的な地位を高めるために努力しました。経済面では貿易の促進と資源の有効活用により国内の経済安定に貢献しました。また彼の治世は芸術と文化の黄金時代ともいえる時期であり、美術品や工芸品の制作において顕著な技術と美的センスが発揮されました。しかしツタンカーメンの生涯は非常に短く、彼は即位から約10年後には隠してこの世を去ります。彼の死因については長年にわたり様々な推測がなされてきましたが、現代の科学技術を用いた研究により、彼が健康問題を抱えていたことや事故が死因である可能性が示唆されています。ミイラの CT スキャンや DNA 分析などの技術が用いられ、彼の健康状態や家族歴に関する新たな情報が明らかにされています。永遠に語り継がれる遺産、ツタンカーメンの遺産は彼の死後数千年を経てもなお世界中の人々を魅了し続けています。この永遠の魅力の源泉は、1922年に考古学者ハワード・カーターが発見した彼の墓、キロボルト62にあります。この墓は古代エジプトの王墓としては珍しく洞窟をほとんど受けていなかったため、
その内部には当時のままの状態で保存された財宝が満載でした。発見された約3000点にも及ぶ品々の中でも特に有名なのはツタンカーメンの顔を模した黄金のマスクです。このマスクは純金で作られた驚異的な工芸品であり、古代エジプトの芸術技術の高さを今に伝える象徴的存在となっています。ツタンカーメンの墓から出土した宝物は金箔を施した家具、装飾品、武器、チャリオットなど王が生前使用していたと思われる品々を含んでいます。これらの品々からは古代エジプトの日常生活、宗教観、そして死後の世界に対する信仰など多岐にわたる情報を得ることができます。またこれらの財宝は古代エジプト人が持っていた美への追求と死を超えた永遠の命への願いを反映しています。ツタンカーメンの墓の発見は当時としては前例のないメディアの注目を集め、世界中にエジプト考古学への関心を高めるきっかけとなりました。この発見により古代エジプトの研究が新たな段階に入り、多くの謎が解明されるとともに新たな謎も生まれました。ツタンカーメンの墓とその財宝は古代エジプトの謎を解き明かす鍵として今後も研究が続けられることでしょう。このようにツタンカーメンの治世自体は短かったものの、彼の死後に発見された墓と宝物、そして彼の名前にまつわる神秘的な話は古代エジプトの謎と魅力を現代に伝える重要な役割を果たしています。ツタンカーメンはその短い生涯を超えて永遠の謎と魅力を持つファラオとして記憶され続けています。墓の発見とその宝物。墓の発見。1922年11月4日は古代エジプトの歴史、そして考古学の世界において忘れがたい一日として記憶されています。この日イギリスの考古学者ハワード・カーターと彼のスポンサーであるロード・カーナー・ボン伯爵は長年にわたる執念深い探索の末、エジプトの王家の谷に隠されていたツタンカーメンの墓キロボルト62を発見しました。この発見は20世紀における考古学の分野で最も重要な成果の一つとして広く認識され、世界中で大きな話題となりました。ツタンカーメンの墓が特別なのはそのほぼ手つかずの保存状態にありました。多くの古代エジプトの王墓が歴史を通じて盗掘された中で、キロボルト62は異例の例外であり、その内部は数千年の時を超えてほぼ現状のまま保たれていました。この驚異的な保存状態は古代エジプトの葬儀の慣習、宗教的信念、そして王の地位を象徴する財宝に関する貴重な情報を提供しました。カーターとカーナー・ボン伯の発見は直ちに国際的なセンセーションを巻き起こし、世界中から学者、ジャーナリスト、好奇心旺盛な観光客がエジプトに押し寄せました。ツタンカーメンの墓とその中から出土した財宝は古代エジプトに対する一般大衆の関心を大いに高め、エジプト学の分野に新たな活気をもたらしました。この発見がもたらした影響は学術的な成果にとどまらず、古代エジプトの美術と文化に対する広範な関心の再燃を促しました。黄金のマスクと宝物。ツタンカーメンの墓の発掘は約3000点に及ぶ貴重な宝物を明らかにしましたが、中でも特に世界的な注目を集めたのはツタンカーメンのミイラを覆っていた黄金のマスクです。この驚異的なマスクは純金で作られており、その重量は約 11kg にも及びます。マスクの顔は理想化された若きファラオの肖像を美しく表現しており、古代エジプトの工芸技術の高さと芸術に対する深い理解を示しています。この黄金のマスクは古代エジプト人が死後の世界に対して抱いていた信念とファラオとしてのツタンカーメンの神聖な地位を象徴しています。マスクの制作には当時のエジプトで最も優れた職人たちの手による精巧な技術が用いられており、細部にわたる装飾や象徴的な意味合いが込められています。この芸術品は古代エジプトの宗教観、文化、そして社会の価値観を今に伝える重要な手がかりとなっています。ツタンカーメンの墓から出土した他の宝物もまた金製の装飾品、宝石で飾られたアクセサリー、武器、チャリオット、生活用品など多岐にわたります。これらの品々はファラオの生活様式、古代エジプトの宗教的儀式、そして死後の世界に対する準備と信仰を反映しています。またこれらの宝物は
古代エジプトの社会経済的な状況や外国との交流の様子を理解する上でも貴重な情報源となっています。死後の世界への手がかり。ツタンカーメンの墓から出土した宝物は古代エジプト人が死後の世界に対して持っていた深い信念とそのための準備がいかに綿密であったかを示しています。彼らは死を単なる終わりではなく別の形での永遠の生命への移行と捉えており、死後の世界での生活に必要な物品を墓に納めることでその旅を支えようとしました。ツタンカーメンの墓に含まれていた品々はこの信念の具体的な表現です。例えば食料や飲み物、衣服、装飾品などの日用品から武器や魔除けのアミュレット、そして宗教的な道具に至るまで様々な物品が見つかっています。これらはすべてファラオが死後の世界での生活を快適に過ごすために必要とされるものと考えられていました。特に注目すべきは死者の書と呼ばれるパピルスの巻物です。これは死後の世界を旅する際に直面する試練を乗り越え最終的にオシリスの裁きを受けるための呪文や祈り指示が記されたもので、古代エジプトの宗教観と死後の世界に対する理解を深く反映しています。ツタンカーメンの墓からはこのような宗教的テキストも発見されており、彼らが死後の世界での成功と永遠の生命を確実なものとするためにどれほどの準備をしていたかを物語っています。現代への影響。ツタンカーメンの墓とその宝物の発見は古代エジプトに対する現代人の関心を一層高めました。これらの宝物はエジプトの美術館や世界各地での展示を通じて多くの人々に古代エジプトの文化と歴史の素晴らしさを伝えています。またこの発見は考古学的な調査技術の進歩にも寄与し、古代文明研究の新たな時代を切り開きました。ツタンカーメンの墓の発見とその中から出土した宝物は古代エジプトの王たちの生活、信仰、そして死後の世界に対する観念を今に伝える貴重な資料です。これらは古代エジプト文化の理解を深める上で計り知れない価値を持っています。さあ、ファラオの呪いの伝説。ファラオの呪いという伝説は1922年にハワード・カーターとそのチームによっての墓が発見された直後に世界的な注目を集めるようになりました。この伝説は古代エジプトのファラオの墓を犯す者には災いが及ぶというもので、ツタンカーメンの墓の発掘に関わった人々が次々と不慮の死や不幸な出来事に見舞われたことがその信憑性を高める形となりました。この呪いの起源は古代エジプト人が墓と死後の世界に対して持っていた深い敬意と信仰に根ざしています。彼らは死者の安息を乱すことは神々の怒りを買う行為であり、それには厳しい報いがあると信じていました。この考え方は墓に刻まれた呪いの文言や死後の世界での裁きに関する信念にも反映されています。ツタンカーメンの墓が発見された際、このような古代の信仰が現代によみがえり、ファラオの呪いという形で広まったのです。ツタンカーメンの墓の発掘に関わった人々、特にロード・カーナー・ボン伯爵の早期の死はこの呪いの伝説を象徴的なものにしました。カーナー・ボン伯は墓の発掘数ヶ月後に蚊に刺された傷が原因で亡くなりましたが、この出来事はメディアによって大々的に報じられ、ファラオの呪いの真実味を増すこととなりました。この伝説の広がりは当時のメディアの役割が大きく、新聞や雑誌が競ってこの神秘的な話題を取り上げたことで世界中に急速に広まりました。科学的な根拠に乏しいにもかかわらず、ファラオの呪いは古代エジプトの墓にまつわる神秘と恐怖を象徴する話として今日でも今日でも多くの人々の想像力をかきたてて、不慮の死の事例、ファラオの呪いに関する最も有名な事例は確かにロード・カーナー・ボン伯爵の不慮の死です。彼はハワード・カーターの探索を資金面で支えたスポンサーであり、1922年のツタンカーメンの墓の発見に大きく貢献しました。しかし墓の発掘から数ヶ月後の1923年、カーナー・ボン伯は蚊に刺された傷口が原因で発症した感染症により亡くなりました。この出来事は当時のメディアによって大きく取り上げられ、ファラオの呪いが実際に存在するという噂を世界中に広めることとなりました。カーナー・ボン伯の死は特にそのタイミングと墓の発掘との関連から多くの人々に呪いの存在を信じさせる強力な証拠とみなされました。彼の死以外にも
ツタンカーメンの墓の発掘に関わったいくつかの人物が発掘後数年以内に様々な原因で亡くなっています。これらの死亡事例は一部の人々によって呪いのさらなる証拠として引用され伝説を強化する役割を果たしました。しかし科学的な観点からはこれらの死亡事例が必ずしも超自然的な呪いによるものとは考えられていません。カーナーボン博の場合、当時の医療技術では治療が困難だった感染症による死亡は珍しくなく、また他の関係者の死に至った原因も現代医学では説明可能なものが多いです。さらにツタンカーメンの墓の発掘に関わった多くの人々がその後も長生きした事実もあります。ファラオの呪いに関するこれらの不慮の死の事例は古代エジプトの墓に対する一般的な恐怖と神秘主義を反映しており、当時の人々の想像力をかきたてるのに十分な要素を持っていました。このような伝説は古代エジプトの文化と死後の世界に対する興味を高める一方で、科学的根拠に基づく考古学的研究とは異なる、より物語性のある解釈を提供しています。科学的見解、科学的な観点からはファラオの呪いには根拠がないとされています。多くの研究者は関係者の死亡率が当時の平均と比較して異常に高いわけではないことを指摘しています。また墓の中に有害なカビや細菌が存在し、これが健康問題を引き起こした可能性があるという説もありますが、これを直接的な呪いと結びつける証拠はありません。文化的影響、ファラオの呪いの伝説は古代エジプトに対する人々の興味と想像力をかきたてる要素として機能しました。この神秘的な話は映画、小説、テレビ番組など多くの文化作品に影響を与えています。呪いの話は古代エジプトの神秘性を象徴するものとして今日でも人気のあるテーマの一つです。まとめ、古代エジプトのファラオツタンカーメンは紀元前1341年頃に生まれ、9歳で即位し約10年間治世しました。彼の時代は宗教改革の逆行と社会の安定が見られ、彼の死後に発見された墓とその中の財宝は世界を驚かせました。1922年にハワード・カーターによって発見されたこの墓からは黄金のマスクを含む3000点以上の宝物が出土し、エジプトの芸術と信仰を今に伝えています。また墓の発掘後に関係者が次々と亡くなったことからファラオの呪いの伝説が広まり、古代エジプトの神秘性を一層深めました。ツタンカーメンと彼の墓の謎についてどう思われますか？コメントであなたの考えを共有してください。そしてもっと古代の謎に迫るためにチャンネル登録を忘れずに。次回もお楽しみに。